次は私小原コナミがい。ろんななことを心置きくくおししゃべりしていく番組です、はい、あの、以前ね、あの、毎回これオープニング撮っているんですっていうタイトルコールをね、撮っているんですってお話ししたんですが、そしたらあの、ここネーム、なんてこった山口さんからね、あの、暑さにやられた感じで読んでほしいですっていうあの、リクエストのメールをいただいたので、そんな感じで、 読んでみました。<laughs> 気だるく聞こえたかなでもそうだね。6月っていうともう、梅雨の時期になるので、こっからまたどんどん暑くなると言いたいけれども、もうすでに暑い日があったりしますね。もうなんか、寒暖差が激しいから、小原は大変ですよ。なんか何度か、1日に何度か溶けそうになりながら、頑張っております。 そして、そうなんです。あの、先日、あの、インスタグラムを見てくださっている方はわかると思うんですけれども、あの、お姉ちゃん、あ、前か前かりょうこちゃんと、二人で、あの、川越の姉妹旅をしてきました。といった、あの、お仕事以外でもね、私、いろいろ、いろんな人と訪れて、充実しております。で、弟からもね、あの、LINE が来て、あの、僕は一体、 いつ連れてってもらえるんだ的なね連絡が来たから弟を連れて今度また二人で行ってこようかなと思いますそれではそろそろ始めていきましょう今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください 改めまして、小原このみです。それではここからは、あの、メールをね、ご紹介していきたいと思います。あ、お手紙です。えー、あ、ラジオネームニコさんからいただきました。 4月にスタートしたここらじもあっという間に2ヶ月が過ぎようとしていますね。ここちゃんが実現させたかった空間にリスナーさんの思いも重なって毎週とても素敵な、そして癒しの時間を共有させていただいています。本当にありがとう。さて、今回のお手紙、えー、目でも楽しんでいただけますでしょうかなかなかミッフィーの えー、レターセットが見つからなかったのですが、ネットで発見して即ゲットしました色違いのもありますので、また今度お手紙を書くときはそちらを使いますね。ココちゃんのファンの皆さんは本当に温かい方ばかりで心のこもったお手紙をいただくことも多いと思います。メールや LINE など手軽なツールがあってもお手紙でしか伝わらない文章の温かみが私はとても好きです。 元々は手紙を書く習慣はなかったのですが、とある声優さんのラジオがきっかけでお手紙を書くようになりました。それ以来、大切な思いやありがとうの気持ちはできるだけ手紙を書くようにしています。もちろん、えー、直接口で伝えることも大事ですが、照れくさかったりするときにも本当に力を貸してくれるツールです。また、レターセットを選ぶのも密かな楽しみで、 えー、このレターセットを見つけたときも、ココちゃんが嬉しそうに読んでくださる顔が浮かんで、一人ニヤニヤしてました。手紙の向こうに見える顔、これも私が手紙が好きな理由の一つです。今回も喜んでいただけたら幸いです。最後になりますが、いつもココちゃんのことを応援しています。体にはくれぐれも気をつけてお仕事してくださいね。またお手紙書きます。BS、明日から宮崎へ旅行に行ってきます。という。 ミッフィのね、レターセットで、あの、書いてくださって、ニコさんは、あれですね、あの、ドットアイの頃から、あの、お世話になっている方ですね、ココちゃんに幸せが届くようにと、あの、多分ね、えっと、黄色いポストにお手紙を投函して、この、あの、この番組っていうか、あの、ドットアイの番組の方に、あの、送ってきてくださった方ですね、定期的におはがきをこの方、事務所の方に、 送ってくださる方なんですが、ん <laughs> あ、あれ今度はハガキだ。あ、同じくニコさんです。ココちゃん、こんばんは。旅先の宮崎よりお手紙を送ります。ちっかちゃんのアクキーも一緒に旅行中ですよ。え、いいのこのポストカードは、トイミでいただいたもので、写真に合うように、 あちこちに野生の馬が生息しているんです。というわけで、現地よりお伝えしました。という、あの、大草原にね、素敵な綺麗な青空が広がっていて、あの、野生の、あの、お馬さんがたくさんいます。え、なんて素敵な、え、そしてまだあります。<laughs> 今度はメールです。同じく、あの、ココネームニコさんです。ココちゃん、こんばんは。えー、旅先の宮崎から、 えー、ポストカードを送りましたが、無事に届きましたでしょうかうん、届い、届きました <laughs> 実は、このお手紙、幸せの黄色いポストから投函しました。ほう宮崎県の青島神社近くにあるこのポスト、以前、ドットアイの時に、鹿児島にある黄色いポストから投函したお手紙を読んでいただいたのですが、宮崎にも見つけたので、思わずペンを取りました。 切手はいつも持ち歩いています。へえココちゃんとリスナーの皆さんに幸せが訪れますようにという3通続けてのお手紙でした。最初はミッフィーのレターセットでまだあの出発前です。で、えっ、ー、と出発後宮崎からあの問い岬でいただいたポストカードであの送っていただいてその後多分無事にあのお家に到着されたんでしょうね。 あの、また新たにメールをくださいました。ああ懐かしい黄色いポスト皆さんぜひあの、黄色いポストって検索すると出てくると思うので、あの、ご覧ください。いや、ありがとうございます私だけじゃなくて、リスナーの皆さんの幸せが訪れるようにだって、ニコさんいつもありがとうございますなんて、心が温かくなるラジオなんだ。 ありがとうございます。では、続いていきます。えー、ココネーム、電信貝柱さんからいただきました。ありがとうございます。小原さんこんばんは、こんばんは。僕は自分のお財布の中におばあちゃんからもらった小さな手紙を入れています。 おばあちゃんが何か特殊な能力を持っているわけではありませんが、持っているだけでなぜかすごく安心できるので、常に持ち歩く財布の中に入れてお守りにしています。小原さんは常に持ち歩いているお守りのようなものってありますかというお便りをいただきました。ありがとうございます。小さなお手紙。いいですね。ええ。 なんか、確かに安心するんだよね。あの、私も実はあるんですよ。あの、普段、あの、スケジュール帳を持ち歩いているんですけど、スケジュール帳の,あの中に、あの、私が生まれる前の1ヶ月と生まれた後の1ヶ月間、だ計2ヶ月間を、あの、記録した母親の手帳があって、で、毎日ね、あの、 別にそんな長文ではないけれど、なんかお腹の変化とか、なんかそういうのがこう書いてあって、生まれる前の、私が誕生する前を、なんか楽しみにしてくれている母の言葉と、生まれた後、で、母にとってはやっぱり初めての子供だから、あの、初めてのママで大変なこととか、なんかそういうのをこう書いてくれている、あの手帳があって、それは、 なんかね、この前実家に帰った時に、これあげるよって言ってくれたんだけど、なんかすごい嬉しくって、もうなくしたら大変なんだけど、肌身離さず、今もカバンの中に入っていますで。ちなみにね、ちょっと話それちゃうんだけど、一番後ろのページに、あの、名前の候補が書いてあるんですよ、その手帳に。で、その中に、あの、 今の名前の好みっていう名前ももちろん入ってたんですけど、あのね、中にはね、キリンっていう名前とカスミっていう名前もあったの。で、私今までキリンちゃんっていう役も私カスミちゃんも演じているから、母親と二人で、ええすごいとかっていう話をこの前していました。なんかそんなこともちょっと思い出させてくれるメールでしたね。ありがとうございます。では、続いて。ここネーム。ま カツオ兄ちゃんさんから頂きました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは、こんばんは。えー、昨日ひなさんがツイートされていましたが、リアル阿蘇県のお三方で、浅草にガラス作りに行かれたそうですね。遊び遊ばせの放送からもうすぐ1年が経とうとしていますが、それでも変わらずに阿蘇県メンバーの仲の良さを見ることができて、とても嬉しくて、ツイートを見て思わずニヤニヤしてしまいました。皆さんが作られた えー、ガラスグラスは、えー、それぞれの演じられたキャラクターを彷彿させるようなデザインになっていたそうですが、他にも、アソケンメンバーが集まったからこその出来事など、アソケンメンバーらしいエピソードは何かあったりしたのでしょうかというお便りをいただきました。ありがとうございます。そう、もうあの、昨日、ひなちゃんのあのツイート、可愛かったね。 ただ私ツイッターをやっていないからさ、この番組のツイッターはあるんですけどね。だから、えなんで可愛いんだと思って見てたんですけど。そう。あの、定期的に、あそけんの3人で、実は集まっているんですよ。で、あの、きのひなちゃんは、あの、プリキュアで今一緒なんで、毎週会うんだけれども、あの、ながえりかちゃんは、あの、作品のゲストに、 いて、お互い、あ久しぶりっていう風に会ったりとかするぐらいだから、なかなか、リーには会えないんだけど、そう、リーがどうしても、あの、家にね、なんか、ガラスでできたコップがなかったんだって。だから初めて家に置くグラスは、3人で一緒に行って作ったものにしたいっていう話を、あの、ライン上で話してて、あ、これは絶対行かなければと思って、3人で日にちを合わせて行ってきたんですよ。 もうね、あの、写真だから、あの、おとなしそうにしている写真ばかりですが、あのね、三人ギャーギャー、ギャーギャー言いながら作っていたの。<laughs> そう、すごく楽しかったですよ。で、なんか、後日私も、あの、インスタにあげようと思ってるんですが、二人のね、ガラスのチョイスがすごく綺麗だったから、完成したグラスがすごく綺麗だったの。ただ、私のグラスはね、なんか不思議な柄になりました。 気になる方は、ぜひ、インスタをご覧ください。あとは、そうだな、三人で遊んだ思い出に残ってることといえば、うちに二人が来て、クレープパーティーをしたりとか、あとは、あの、ディズニーランドに行ったりとか、あとは、表参道とかね、原宿の方に行って、今、流行りのカフェに行ったりとか、あの、遊び遊ばせの、あそけのあの三人って、 リア充、特に花子はリア充に憧れている子だったから、私たちが代わりにリア充を、あの、満喫していこうっていう話をして、今も、あの、三人で計画を立てたりしていますよ。ありがとうございます。続いて、ココネーム、りょうちんさんからいただきました。ココちゃんこんばんは、こんばんは。 スタートインクルプリキュア第16話を、えー、視聴しましたよ。ありがとうございます。まどかさんが弓道大会に出場した話でしたね。えー、自分と向き合う弓道という競技と協力して敵に立ち向かうプリキュア4人の対比が見事でした。 強くなるためには友達なんて必要ないと言い張るライバルに対して、その考えを否定することなく、それでも自分の力と支えてくれる仲間の力で、えー、優勝を成し遂げた、まどかさんの力を改めて感じさせてくれる回でした。さて、ララちゃんはというと、美味しそうにおにぎりを頬張る姿がとてもキュートでしたね。ココちゃんも、えー、おにぎりが大好きということで、 キャストとキャラがよくマッチしているなぁとふと思いました。ララちゃんはおにぎりの具だったら何の具が好物だとココちゃんは思いますかこれだというものがあったらぜひ教えてくださいというお便りをいただきました。ありがとうございます。そうですね。まぁ、あ、ちょっとタイムラグがあるから16話私も先日拝見しました。そうなんです。まどかさんが頑張っていましたね。 で、ララは見るものすべてが初めてだから、すごい目を輝かせながら見守っていたんですが。いやー、やっぱりね、誰かの応援ってすごく嬉しいですよね。だから私は、あの、収録していたことも思い出したし、あとは自分もやっぱこういう仕事をしているから、あの、直接は会えなくても、やっぱメールとかこういうお手紙とかで応援してくれる人たくさんいるな、ありがたいなーって思いながら、 あの、アフレコをしたのも覚えているし、完成したアニメを見て改めて思いましたね。そして、そう、ララってね、おにぎり大好きなんですよ。だから、ララ役が決まってから知ったから、ちょっとね、自分もびっくりしたのを覚えています。で、何の具が好きなんだろうね。やっぱり初めて食べたのって、梅干し入りのおにぎりだったから、 梅干しが入ったおにぎりが好きなんじゃないかな。でも、あの子のことだから何が入ってても喜んで食べそうだよね。そしてね、話がちょっと逸れちゃうんですが、以前、あの、ミルキーの返信番号を書いているのが、あの、板岡さんという方なんですってお話をしたと思うんですよ。そしたらね、その回の、あの、このラジオを、あの、板岡さんが、あの、 聞いてくださっていたらしくて。あの、小原さん、わざわざラジオでお話ししてくださったんですね。ありがとうございますって先日、あの、現場でお話をしました。すごく嬉しかったです。あの、皆さんがね、いた岡さんすごいんだよっていうお話、あの、いたさんの元にも届いていたみたいですね。私もなんか嬉しくなっちゃいました。という報告です。まあ、今後ね、あの、 新しいキャラクターも出てきたので、見どころ満載ですので、ぜひ引き続き見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。そして、続いていきます。ペンネーム、AB さんからいただきました。アルファベットの A と B って AB さんか。小原さん、こんにちは、こんにちは。突然ですが、ちょっとお絵かきをしてみたので、 切削ながら送らせていただきます。くーちゃんをモデルにして書いたつもりなのですが、似ていなかったらごめんなさい。ええ <laughs> 上手えこれが、似てな、似てるよとても似てるよちょっと興奮してるけど、あ、みんな見れないな。どうしよう。あえっ、ー、と、あの、この回の配信日に、あの、私の、 インスタグラムの方に、この AB さんが描いてくださったイラストを、あの、載せますので、ぜひ、あの、ラジオを聞きながら、私のインスタを、ご覧ください。すごい上手だって毛の一本一本とかも丁寧で、瞳とかめっちゃ綺麗。えくよかったね。えお母さんに送ってあげよう、これ。えー AB さん、ありがとう嬉しい この絵持って帰ります。はい。<laughs> すごいなんか私幸せな気分。ありがとう皆さん。えー、つおたはじゃあここまでとさせていただきます。皆さん、あの、ありがとうございます。引き続き送ってください。そして、本日はこのコーナーをお届けします。そうだ川越に行こうこちらは おすすめの川越のスポットや川越でのエピソードなどをご紹介していくコーナーです。先ほども話しましたが、私はお姉ちゃんとデートしてきました。あ、前川りょうこちゃんです。はい。では、紹介していきたいと思います。え <laughs> えー、これ、紙じゃないでしょ、皆さん。木の板ってきた。えー、ここネーム。 休館さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。先日、やっと、初、川越観光ができました。おぉ芋こえを食べながら散策をして、大満喫できましたよココちゃんのインスタも、えー、参考にさせていただきました。そして、帰りのお土産屋さんで、このはが,はがきを見つけて、これだとなり、お便りを送らせていただきました。 人生初はがきって書いてある。これを書いている時も、ヒノキのいい香りに癒されていました。ココちゃんもよかったらこの香りに癒されてください。川越、また絶対来ますという。ありがとうすごいえ、ちょうどね、はがきと同じサイズのこの木の板に、あれだね。あの、川越限定で売っている木のはがきなんですね。あの、時の金、 とかが、こう、焼き印された、はがき。いい匂いする。なんかさ、このラジオさ、いい匂いする、あの、ものをつけて送ってきてくださる方が、すごく多い。ありがとう。ええー、ありがとう。嬉しいよ。木に描くの大変だったでしょ嬉しい。ぜひまた、川越へ行ってみてくださいね。 では続いていきます。ラジオネーム、ヨアさんから頂きました。ありがとう、えー、私が牛乳好きなココちゃんに川越でおすすめしたいのは、メルコーヒーさんのブラックホワイトです。えー、ブラックホワイトとは、 店主さんのこだわりのコーヒーとミルクを別々にいただけるカフェオレのことなのですが、コーヒーとミルクを分けて飲むことで、コーヒーの苦味とミルクの甘みが何倍も味わうことができるんです。ミルクってこんなに甘いんだと衝撃を受けました。そして、えー、彼がブラックホワイトを頼んでいたのにもかかわらず、私が半分くらい飲んでいました。かっこ笑い。 ヒカ神社に行く、えー、道の途中の市役所の裏にポツンとある、えー、喫茶店です。店主のご夫婦もとっても気さくな方で、運が良ければ2階にあるアトリエでレトロな蓄音機を見ることができるかも。ぜひ一度訪れてみてください。私も夏、店主さんに会いに行きます、という。へー知らないイワさん、いつもありがとう ええ、この場所は知らないです。え、コーヒーとミルクを分けて飲む。え楽しそうしかも、蓄音機が見ることができるかもしれないなんて。え素敵。市役所の裏にある喫茶店。へえ、見たことあるのかな多分知らないから、普通に素通りしちゃってたんだろうな。もうね、最近ね、やっぱり、 観光地さらに賑わっているから、新しいお店が増えているんですよ、川越。だから行くたびにね、あれこのお店知らないっていうお店が多くて。ヨアさんありがとう。ぜひ次回、あ、弟と行く時に行ってみたいと思います。ありがとうでは、続いて。ココネーム、シロンさんから頂きました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは、こんばんは。 僕は月が綺麗がめちゃくちゃ大好きで舞台となった川越に放送した年から何度か訪れています。今まで縁結び風林目当てで夏にしか訪れていなかったのですが先日3年目にして氷川市の桜を見に行くことができました。川の水面に映る桜もまた素敵だなと春を感じてたくさん写真を撮りました。ところで僕は 友達と川越に行った時、毎回聖地巡礼をしているのですが、その中でも、えー、より、うまく再現できた写真を送らせていただきました。ここちゃん、いかがでしょうかえー、いつの季節に来てもやっぱりいいなと思ったので、また、ベニッポと一緒に川越へ行ってみたいと思います。それでは、という。シロンさん、ありがとう。そして、し写真を、あ、 そうだね。桜の時期の川越のヒ川橋ですね。ええ、これは朝方なのかな夕方なのかな夕方かなえ、すごく綺麗。私も行きましたが、ここはね、いつ行っても綺麗なんだよ。で、親なんだこれは。<laughs> あの、説明するの難しいな。えっと、小太郎くんが立っている、 あの、塾の前での、あの、全く同じところに、多分、シロ、シロンさんが立っているんでしょう。そして、あの、わた、私じゃない、あかねちゃんが、小太郎くんと同じ塾に通うことにしたって言っている時の、あの、電車が目の前で走っているところも、ちゃんと見つけて、あの、お友達と二人で、あの、立っている写真だとか、あとは、えー、熊野神社で、 3話でね、小太郎くんが茜音ちゃんに思いを、あの、ぶつけるシーンの、あの、あの素敵なシーンを再現してくれています。そして、最終回かな。赤音ちゃんが、えっと、石の端のところで泣いてしまうところだったり、あとは小太郎くんが、最後の最後、赤 <laughs> 音ちゃんがあの電車でね、行ってしまう、あの電車に向かって、あのね、愛を叫ぶシーンだとかね、あの、全部、あの、 再現してくれています。あの、実写化できるんじゃないこれ <laughs>。シロンさん、よかったらね、これ見たいっていう人いると思うから、シャープ心地で、あの、ぜひね、ツイートをしてください。<laughs> みんな、喜ぶと思う。そして、シロンさんが持っている、ベニッポが、嬉しそうに、この写真に写っている。いいね。嬉しいよ。 今も聖地巡礼してくださる方が多いな非常に嬉しいです。えー、私も再現した写真今度、じゃあ弟に撮ってもらおうかな。<laughs> ありがとうございます。では続いて、ここネーム、ひでひとさんからいただきました。ありがとうございます。初めてメールいたします。あ、嬉しいです。ありがとうございます。自分は3年ほど前まで えー、神奈川県在住でしたが、現在は家の都合で実家、新潟に住んでおります。はい。今回、たまたま平日休みが取れたので、川越に行ってきました。氷川神社や駄菓子屋横丁などを回り、熊野神社で、えー、このみさんと岸監督の絵馬を発見。それだけでなく、ファンの皆様の絵馬もたくさんあり、このみさんは愛されているなと、とても嬉しくなりました。 川越に行くことができて本当に良かったです。最後に毎週このラジオを楽しみにしています。癒しの時間をありがとうございます。という。ありがとうございます。いや、私のラジオは皆さんのメールがあってですよ。嬉しい。そうか、今新潟に住んでいるんですね。じゃ、新潟から川越って結構大変ですよね。へえー、そうなの。あの、熊野神社はね、 あの、いつも、訪れるたびに絵馬が増えているんですよ。あの、私の名前だとか、あと、月が綺麗のタイトルが入った。そしてね、い、いつ訪れても、あの、岸監督と私が書いた絵馬は一番手前に置いてあるんですよね。すごい、嬉しいです。皆さん、ありがとうという、あの、川越について、たくさんのね、あの、メールが来て、私、 あの、ニヤニヤしました。川越のコーナーなんですけれども、あの、ニヤニヤタイムでもありましたね。皆さん、ありがとうございます。引き続きね、あの、お待ちしておりますので、ぜひぜひ川越のメール送ってください 小原好みの心置きなくお別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号1 0 5 8 0 0二文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合は、ここらじアットマーク JOQR.net。ここらじアットマーク JOQR.net です。ここらじのスペルは K-O-K-O-R-A-D-I となっております。私への質問、ふつおた、コーナー宛てのメールなど、あの、いろんなお便りお待ちしておりますよ。うん、ということで、ふつおたと川越のコーナーをお届けしましたが、あのね、メールがいつもたくさん来て、川越のメールも、あの、少なくなってきてしまうかなと思いきや、そんなことなく増えています。皆さん、 ありがとうございます一緒にねあの今後とも川越を盛り上げていきましょうということでそろそろお別れですここまでのお相手は小原好美でした来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしていきましょうバイバイ